こんにちは、月島です。 Zoom H1N のレビュー3回目の動画です。今回はハンディレコーダーの Zoom H1N をオーディオインターフェースモードでパソコンに接続して USB マイクとして使用する方法を見ていきたいと思います。今回の動画では3つの項目に分けてお話ししていきます。それではまずパソコンと H1N を接続します。まず USB ケーブルを使ってパソコンと H1N を接続します。次に電源を入れます。パソコンに USB ケーブルで接続して電源を入れると、オーディオインターフェースもしくはカードリーダーとして認識するのか選択する画面が開きます。カードリーダーを選択すると、録音した素材をパソコンに取り込むためのモードになります。ここではオーディオインターフェースを選択します。Windows パソコンか Mac につないだ場合は PC、Mac を選択します。iPhone や iPad の場合は iOS を選択します。今回は PC、Mac を選択します。基本的にパソコンに接続した場合はバスパワーを選択で大丈夫です。H1N のディスプレイに USB オーディオインターフェースと表示されれば成功です。オーディオインターフェースとして機能しています。そして話をすると反応しています。これはこのマイクが生きていてパソコンに取り込まれていることを意味しています。ダイレクトモニターも設定できます。基本的にこれはオンにしておいてください。H1N からモニタリングする場合に遅延を回避できます。理由を説明すると長くなりますので今回は割愛します。ここのオプションボタンを押すと表示が変化します。一番左のダイレクトオンとなっていればダイレクトモニターが設定されています。オフになっている場合はオーディオボタンを押すことで設定を変更できます。以上でオーディオインターフェースとして使用する準備は完了です。次はパソコンの画面でソフトごとに H1N を USB マイクとして使用する手順を見ていきたいと思います。H1N をオーディオインターフェースとしてパソコンに接続すると、先ほども確認しましたが、すでに H1N のディスプレイで入力ゲージが動いていると思います。これはもう USB マイクとして機能していることを表しています。ですので、この後行うことはパソコンのソフトウェア、例えばウェブ会議ソフトの Zoom や Skype、DAW などでインターフェースとして設定してマイクの入力ゲインを設定するだけです。Zoom を立ち上げました。Zoom で H1N を使用するための設定は右上にある歯車のアイコンをクリックします。左のリストの中の3つ目にオーディオがあります。クリックするとスピーカーとマイクを設定する画面が開きます。現在のところすでに H1N は設定されている状態になっています。スピーカーはここで選べます。H1N を選択していると H1N のスピーカーから音が出る形になります。そしてマイク。これも H1N が現在設定されている状態です。私が今喋っている声に反応して入力レベルのバーが動いています。ここでそれぞれ設定してあげることで H1N を使うことができます。Skype で H1N を設定する場合は左上の点が3つ、その他のところをクリックします。ここから設定を選びます。表示されたリストの中から音声・ビデオを選択します。ここで下の方に行くと
マイクを選択する画面が現れます。現在規定の通信デバイスが指定されています。 H1N にはなっていませんので、ここをクリックします。マイク H シリーズステレオトラック USB オーディオを選択します。これで切り替わりました。今 H1N は私の近くにあるんですが、私が喋っている声に反応してインジケーターが動いていますので、設定ができた形になります。ここではスタジオ1を例にとって見ていきます。 H1N を認識させるには環境設定の中のオーディオ設定をクリックします。スタジオ1をクリックして、一番下にオプションというところがありますので、これをクリックします。上のタブの中にオーディオ設定という項目がありますので、クリックします。オーディオデバイスというところで接続しているオーディオインターフェースを選択します。クリックします。ここに H1N は表示されていません。隣のコントロールパネルをクリックしますと、ここのオプションでヘッドホン H シリーズ、レコーディングデバイス H シリーズということで、すでに H1N が選択されている状態になっています。ここには Windows Audio と表示されていますが、これは H1N が選択されていることを示しているようです。トラックを一つ作成してみます。H1N はステレオなので、ステレオトラックを作ります。レックボタンを押します。今私の手元に H1N が置いてあります。私が喋っている声に反応してインジケーターが動いていますので、正常に作動していることを表しています。試しに録音してみたいと思います。こんにちは、月島音楽堂です。マイクのテスト中です。マイクのテスト中です。はい、波形の表示は小さいのですが、正常に録音はできています。まずパソコンのソフトウェアを終了して閉じます。次に H1N の停止ボタンを押します。ここの表示が変わります。Exit の表示が現れますので押します。終了かキャンセルを選ぶことができますので、終了を選択して決定します。これで通常のモードになりましたので、パソコンから取り外します。ちなみに H5 でも同様なことはできますし、さらに違うマイクを接続したりなど、より高度なことが可能です。いかがだったでしょうか。3回にわたって H1N の機能を見てきました。価格やサイズからは想像できないほどのたくさんのことができるハンディレコーダーです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。